はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、FPS の未来ということで、ファーストパーソンシューター、いつもね、僕らがやっている、まあ、こういうドンパチするゲームですね。一人称でドンパチし合うこういったゲームが将来的にね、どんな風になっていくのかっていうことについて考えていきたいと思います。で、FPS もね、まあ、他の、まあ、ゲームというか、競技というかね、まあ、そういうのと同じで、おそらくね、どんどん難しくなっていくっていうのが一般論だと思うんですね。で、まあ、いきなりね、FPS の話をしてもいいんですが、ちょっとね、まあ、寄り道というかね、まあ、前提のお話としてですね、クレー射撃の話をね、少ししたいんですね。クレー射撃っていうのは、まあ、オリンピックの種目にもなっていますが、まあ、ショットガンでね、クレー、皿ですね、要するにね、皿を撃ち落とすっていう、そういう競技ですね。で、まあ、実はですね、多くの人にとってはね、知ったこっちゃねえっていう話なんですが、クレー射撃実はですね、まあ、時代とともにね、どんどんむずくなってるんですね。クレーね、だいたいトラップっていうね、クレーのスタイルだと、まあ、皿が飛んでくんですが、それね、まあ、どんどんね、まあ、時代を追うごとにね、ちょっとずつ速くなっていく一方で、クレー速いとね、もちろん打ち落とすのむずいじゃないですか。皿が速く飛んでくからね。皿速くなっていく一方だし、しかもショットガンってこう、なんていうんですかね、粒が入ってるじゃないですか、ショットガンのね。で、あれ、もともと 32g だったんですよ。32g 分の、ペレット、まあ、鉛の弾ですね。それが入っていたのが、まあ、どんどんですね、それがね、やがてですね、28g になり、そして 24g になり、今に至るという感じなんですが、まあ、要するにこれが指し示してることっていうのは何かっていうと、まあ、要するにですね、何が起きていたかというとですね、32g だとね、みんな当てまくるんですね。クレーもね、トロチーとね、みんな当てまくるんですよ。で、今のね、オリンピックレベルのね、そういう、なんていうんですかね、クレーの選手も、基本的に100発って1発外すかどうかレベルで当てまくるんですよ。だから、なんていうんですかね、もう本当に1発外したらね、おっとって話になるんですが、まあ、要するにね、この、まあ、流れが指し示していることは、まあ、年々というか、時代を追うごとに人間は成長していってしまうっていうね。人間はどんどん上手くなっていく一方で、ある意味陸上競技とかもそうですよね。陸上競技とかね、体操とかもそうですが、新しいね、技術だったりとか、新しい技だったりとか、もうそれともね、クレーみたいにシンプル。まあ要するにね、飛んでく皿を打ち落とすだけのね、競技じゃないですか、クレーなんて、ある意味ね。まあそれにもまあ、いろいろ奥深さはね、あるかもしれないけど、てか、あるけどさ、まあそうは言ってもさ、ショットガンをさ、こう、ブンってスイングしてさ、動くクレーを打ち落とす。ただそれだけなのに、まあどんどんですね、まあ人間は上手くなっていってしまってですね、どんどん難くなっていくっていうのがね、まあ一般的な傾向ということなんですね。ちなみにね、クレーのね、銃もね、24g になって、ショットガンのペレットの数がね、軽くなったから、ちょっとね、最近のね、流行りだと、まあショットガンも軽くして、より早くね、切るっていう、要するに、クレーが飛んでっちゃう前に、まあ少ないからね、ペレットの数が。少ないから、早めに撃ち落とすっていうね、昔はちゃんとね、追って落としてたのをもっとね、なんか横からね、まあ要するに、まあターゲットが追うんじゃなくて、そこにこう交差する感じでね、切るように落とすっていうのがね、主流になったりとか、まあいろんな射法があるんですが、まあそんなことはさておき、FPS の話をしよう。で、FPS の場合ね、どういう風になっていくかというと、まあおそらく、まあこのマウスだったりとかね、まあなんだろう、コンソールっていうか、なんだ、まあコンシューマー機ですよね、いわゆるスティックとかでまあ動かす場合でも、おそらくですね、まあ、どんどんですね、感度が高くなって、で、そしてね、視野角がどんどん広がると思うんですよね。基本的に視野角が広いと、視野角ってあれですね、この見えてる世界のこの角度なんですけど、視野角がでかいとね、画面歪むし、まあ、歪んでるんですよ、これ実はね、この画面ってね。画面歪むし、まあ、それそうだよね、3D 空間を平面に映してるから、まあ、歪むのはそれでしょうがないって言ったらしょうがないと思うけど、まあ、要するにね、どんどん絵も荒ぶるんだよね、正直。正直言って荒ぶるんだよ。視野角広げるとね、めっちゃこう、世界が広く見えてね、足早く見える、疾走感あるんだけども、それはさておき。基本的にエイムするときね、世界が広く見えてしまうので、まあ、打ちにくいんで、正直言ってね。外すんだよね、人間荒ぶるしってね。で、高感度なのもそうですよね。マウスだったら、例えばちょっと動かすだけでブン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 だったらね、もうなんか視点が定まらないし、荒ぶるよねっていう。それはそうだって話なんですが、まあおそらく、まあスティックでもそれはそうだよね。一瞬倒すだけでぐんぐんぐるぐる回ってもさ、ちょっと困るよね、正直言ってね。でもおそらくね、まあこのスタイルがずっと、まああと10年、20年続くとしたら、まあだんだんね、視野角はまあ120とかね、そういうレベルでどんどん広まっていって、で、おそらくね、まあもちろんね、みんなの多くの人の感度の平均とか測りようがないけど、だんだんね、感度が高くなっていくんじゃないかっていうことがね、まあ、要するに難しくなっていく、要するに操作が難しくなっていくってことがですね、まあおそらく推測されるっていうことですね。はい。まあそんな感じですね。これね、尺的には14分あるんですけど、まああらかたね、もう内容が整理されすぎているので、まあ大体こう話すことがあんまりないですね。まあ、そんな感じですよね。で、あとね、まあ考えられることとして言えるのはね、なんだろうね、
なんだろう、まあボタンの数が増えるとかね、ボタンの数が増えてなんとかかんとかって言われてもね、まあせいぜい人間が操作できるなんていうのかな、ボタンの数なんて高が知れてるから、それはある程度限界はあるけどね。でも昔の FPS リーンなかったよね、例えばね。うん、例えばレインボーシックスとかだとね、あのシージとかだとリーンありますけど、昔なかったしみたいな、そんなんなかったしねみたいなね。まあだからどん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 ね、まあおそらくね、将来的にはね、まあ結局難しくなる一方なんだよね競技ってね。そういうもんだよっていう。柔道とかもね、難しくなる新しいテクニックとかね、まあ、まあそういうのが開発されるたびにですね、だん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 こう一本が取りづらくなってですね、なんか最終的にこう小競り合いみたいになるっていうね、まあそういうことはありますよね。例えばオリンピックとかだとね。大会とかさ、そういうレベルだとさ、なんか綺麗に一本が決まってさ、勝ったみたいな感じあるけどさ、オリンピックの柔道とかもさ、つまんないよね。見てて。で、つまんなくはないかもしれないけどさ、もごもごやってるよね、基本的にね。それがうまいんだけどさ。まあそういうことっすよね。そういうことってどういうことっていうね。まあ要するにね、おそらくね、まあ結局最終的にね、あのレベルが全員釣り合って、まあ人間これ以上上手くなれんっていう話になって、まあ要するに競技ってそうだけどね、ある意味ね。あの、何らかのね、何らかっていうかどんな競技でもね、ある一定のレベルに到達して、で、それ以上にはいけなくなってしまって、だからしょうがないから、まあ今のクリアもそうだよね。だって要するに100発って1発外したらやばいってさ、100発ってさ、まあ100発100中じゃないけどさ、1発って外したらやばいってことは要するにあれだからね。あの、まあ、運要素あるよね。当たり前だけど。運要素をどれだけ減らせるかっていうのもすごい重要な問題だけど、クレチャ劇において。まあ、そう、そりゃそうだけどさ、ぶっちゃけさ、もう、どんぐりの性比べじゃないけど、どんぐりの性比べ超高い版をやってるわけじゃん。もう、要するに100発って1発外すかどうかって。そしたらさ、もう、最終的にさ、どうする ?3 段の量を 18g とかに減らすかみたいなさ、まあそういう話になってしまうじゃないですか。18g なんかにしたらかなり運要素出まくると思うけど。まあそういう風になってしまうので、まあおそらくね FPS も今後ね、まあひたすらこうね、まあガチでね、なんていうのかな、競技としてやるレベルになると、まあ普通にね多くの人がゲームとして楽しもうぐらいのね、プレイ法でみんなでやろうぜぐらいのもんならね、別にそれぐらいで済むかもしれませんが、ガチで毎日1日ね12時間練習して、あのまあサッカーの選手レベルでね、資金的にもね、あの環境的にもね、なんでもかんでもね、超スーパーマン、あんまりゲームそういう必要性ないけど、まあ、整えて、まあ、おそらく整っていくよ、正直言ってね。それも、それはね、それは正直言ってね。おそらくね、あの、将来的にね、今はね、こう、世の中に社会人プロゲーマーとか学生プロゲーマー存在するけど、多分将来的に存在しなくなるよ。あの、その理由としては、まあ、今はね、あの、競技人口も少ないかもしれないし、てか今後増えていくから、要するに。今後増えていくし、まあ、将来的にレベルはどん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 上がっていく一方なので、徐々に徐々にね。まあ、そうなると最終的にどうするかって、まあ、要するに社会人なんてさ、普通にさ、ね、あの、朝から夕方までは仕事しているわけなので、その時間練習しようがないよね。1日3時間しか練習しないで、1日3時間しか練習しないで、ってか、家に帰ってきてから練習して、まあ、プロゲーマーになった人たちが、まあ、多分今世の中にいると思うけど、日本にもいると思うけど、まあ、そういう人たちは将来的に、あの、1日12時間とかね、1日16時間とか練習してる、スーパーね、もうゲームしかしてないレベルでね、スーパースーパー練習してるような人たちがね、おそらく抜くっていうね。まあそういうことが考えられるってわけですよね。まあそりゃそうだよな。やることあるんだよ、要するに社会人っていうのは。それだけ忙しいし、みたいなね。そしてね、実況者ってのもね、意外とね、きついと思うんだよね。実況者ってのはね、実況者もね、意外とね、やることあるからね、変更したりなんだりにするからね。まあ実況者とね、まあ実況者はまあかなり両立しやすい。まあ社会人に比べればね、圧倒的に両立しやすいし、まあ、ね、学生に比べればね、まあ、学生って言っても大学生とかスーパー暇だからなんとも言えないけど、まあ、両立しやすいけど、まあ、それはそうかもしれないけどね、将来的にどうなるかっていうとね、まあ、なんとも言えない部分ありますよね、っていう、まあ、そういう感じですね。FPS の未来ね。なんか、プロゲーマーのね、FPS プロゲーマーの、社会人プロゲーマースーパーツライドっていうね、社会人、ちなみにね、あの、これはね、まあ、あの、まあ、社会人プロゲーマーっていうものについてね、あの、まあ、言いたいことでもありますけど、あの、まあなんていうのかな、社会人プロゲーマーはね、絶対早死にする、もしくは30代で死ぬよあんまり変わらないけど、ね、言ってることが。あのね、まあ僕も社会人として働きながらゲームの実況者約1年間やりましたけど、まあ1年間、まあ約1年間だね、まあ、もっと厳密に言うと13ヶ月やりましたけど、なんていうのかな、社会人プロゲーマーとか社会人ゲーム実況者はね、まあ相当大変だよね、相当辛い。まあ多分このゲームじゃねえ、この動画をね、見ている人の中にもね、社会人ももちろんいると思いますし、ゲームの実況者の人ももしかしたらいるかもしれませんが、まあやっぱりね、まあ僕も1年間やりましたけど、それ。まあやっぱりさ、仕事ってさ、すげえ交感神経使うじゃん。すげえ気使うしさ、すげえ頭も使うしさ、まあ、
頭使うなり体使うなりさ、何かを使ってさ、まあ仕事するんじゃん。ボケーとして寝ててもさ、仕事なりますってさ、そういうわけじゃないので、もちろんね。うん、やっぱりなんていうのか、まあ疲れるんだよね。すげえシンプルに言えば疲れるんだよ。交感神経めっちゃ使うんだよ。でさ、世の中の普通のさ、20代、30代のサラリーマンの人とかも、OL でもどっちでもいいんだけどさ、まあ、いわゆる僕らみたいな労働者ですよね。労働者の人たちは普通さ、仕事行って家帰ってきたらさ、ドラマ見るなりさ、なんなりしてさ、テレビ見ながらグーグーするなりなんなりしてさ、やべえ、完全に労働タイミングミスったみたいなね。まあ、グーグーして過ごすじゃん。でも、グーグーして過ごすけどさ、まあ、プロゲーマーなりさ、まあ、ゲームの実況者の場合さ、ゲームしなきゃいけないよね。うん、でもゲームしても別にリラックスして休めるわけじゃないんだよ。ね、お風呂入ってぬくぬくする時間とかね、ソファーでぬくぬくする時間とかね、ないんだよね、要するに。社会人プロゲーマーとか、社会人ゲーム実況者は、基本的に仕事行って帰ってきて、まあ速攻でゲームするっていうね。うん、仕事行って帰ってきて、まあ飯食ってゲームするっていう。まあこれをひたすら繰り返すので、本当にね、やればわかるけどね。まあもちろんね、そういう人いるのはわかるよ。世の中いるのはわかるけど、まあそれでも耐えられるのもわかるけど、本当にね、もう副交感神経を使う機会ないから、マジでもうずっと交感神経使わない。マジで気合入りまくりで、いつも気合入りまくるので、まあかなりね、肉体的に負荷がめっちゃかかるので、まああんまり正直おすすめしないっすよねっていう。うん、あと睡眠時間なくなるよねっていう。うん、まあそういうこともありますけどね、もう本当に社会人プロゲーマーというか社会人ゲーム実況者はね、とりあえず1年間やってスーパー辛かったよ。まあそんなことはさておきね。まあそろそろ尺の方がね、まだまだ来ないけど、来ないんじゃんっていうね。もう大体話すことないだろ。ないだろ、きっと。ない、なくね？なんかここから面白い話さらに出てくる。マジで？どういう絡みで？マジで？ってね、まあ何をさまで、まだこの人角で待っていいよっていうね。うん、このね、動画多分ね、ちなみにね、多分この動画っていうかこのクリップ多分ね、意外と前のクリップなんだねっていう。うん、残酷今もっと強くねみたいなね。まあそんな気がしますけどね。うん、まあ、どうなんだろうね、結局ね。どうなるんだろうね。未来のことっていうのは分からないね。まあ、ちなみにね、中の人はね、昔ね、昔っていうか今ね、まあ、昔だね、ちょっと前だね、クレー射撃、まあ僕の家にもね、クレーの、まあ、ショットガンあるわけですよ。トラップっていうね、競技の、まあ、クレーのショットガンがあるんですが、まあ、一時期ですね、僕はすごいね、初めてやった時はですね、クレーね、前、ぼちぼち当たったんですよ、正直言ってね。ぼちぼち当たって、おお、これはなんか俺いけるんじゃねみたいな、まあ、調子に乗るわけですよ。でもね、まあ、ちょっとした時にですね、まあ、なんかいきなり当たらなくなってね、クレーってすごい繊細なのね。ショットガンってね、みんなが思ってる以上に超繊細で、まあ、オリンピックレベルの人はね、100発100中レベルで当ててきますが、上手い人だと9割とか、で、普通の人だと6割とか、まあ、ちょい馬7割、8割とかね、まあ、そういう風になってくるんですけど、まあ、それがね、5割ぐらいしか俺もね、当たらなかったね、時がありまして。で、ショットガンってね、絶対に当てる方法って全くなくて、なんていうのかな、かなり感覚要素大きいし、構え方とかね、なんか、ね、リブっていうね、なんていうのかな、ショットガンね、サイトがないので、棒しかないじゃん、あれ。ああいう、なんていうのかな、板しか乗ってない。板とね、なんか、点しか乗ってないので、あれの見え方で撃つんだけど、まあね、ただ当たらない時があってね、僕は 24g が嫌で、32g にね、24g って今のあれだね、要するに。まあ3段なんだけど、それが嫌で 32g にしたいっていう風にね、僕は重工程のおじちゃんに言ったわけですよ。32g の相談をください。32g の相談ってなんてね、打たない方がいいんで正直言ってね、体が痛いしね、いろいろね、そんなことしてもうまくなるわけでもないし、まさにあれだよ、重工程のおっちゃんも 32g なんて在庫がないし、なかなか。まあ割高なんで、ね、しかもあんまり買わないからさ、ね。とりあえずめっちゃ止められたっていうね、うん、そんなことありましたね。うん、まあ、ちなみにこれすごいどうでもいいんですけど、ショットガンの弾をね、あ、やべえ、もう尺がなくなってくる。ショットガンの弾あるじゃないですか。ショットガンの弾を振るとね、まあ、どんな弾かにもよるけどね、シャカシャカ落とせるから。シャカシャカ振ってみ、このショットガンの弾を手にすることないか。手にしたら振ってみ、シャカシャカ落とすから。それね、中3弾が入ってるからだよっていうね。うんで、そのシャカシャカがね、24g から 32g になったらさ、まあ、何倍 ?3 分の4倍重いよね。重いよね。リコイルも3分の4倍やばいよね。うん。やばいやばい、それはっていうね。まあそんな気がしますけどね。まあもう完全関係ない話しますけどね。まあそろそろ一応ね、尺の方も迫ってきてるので、このね、すごいっしょ。37キルしたんだよ。むしろ褒めてほしいよ、本当に。まあ何はともあれね。まあこの動画ね、そろそろ終わりたいと思います。この動画ね、気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。